オリオン座エッセイは、オリオン座の方角、およそ1600光年の距離に位置する、全近巨星枝星である、赤外線干渉法とメーザー観測が示す、オリオン座エッセイの高級及び、青周構造の時間変化。オリオン座エッセイは、ミラ型に分類される脈動変更性で、明るさが7.2等から14等まで、430日程度の周期で変更する。 この周期に伴って星の大きさも変化し、視直径が7.9ミリ秒から9.7ミリ秒まで変化。これは半径にすると400太陽半径から500太陽半径である。また変更に伴いスペクトル型も M6.5E から M9.5E まで変化する。オリオン座のミラ型星としては増光時に肉眼等級となるオリオン座優勢が代表的だが、 エッセイは優勢ほど明るくならず、極大等級は優勢より2.4等くらい。オリオンザエッセイの変更周期は時間とともに変化し、100年間の変更周期の変動を見ると制限曲線的に変動しているとみられ、また全体としてわずかずつ周期が長くなってなっている。1962年から1979年に、 かけては16年間で周期が445日から397日へと短くなった。この間の周期の変化率は1日あたり0.007日で通常のミラ型星では考えられない早いものだった。そのためオリオン座 S 星は内部でヘリウム核フラッシュが発生していると予想される。オリオン座 S 星の周囲には星から放出された物質が凝結したゴミが 分布している。ゴミの層の大きさは星の変更周期と強い相関があり、高度極小付近でゴミの生成が進み、高度極大後にゴミの層は大きく膨張。ゴミの層の大きさは高級半径の1.8倍から2.4倍まで変化する。ゴミと似たような領域からは一酸化系素などのメーザーも放射されている。メーザー源となる分子の分布も 高級半径の2倍程度の広がりを持つが、こちらは全体として規則性のある運動はしていないと見られる。オリオンザエッセイはワシントン銃声カタログに二重声として登録されている。南西に48秒離れた位置にある G レ型星の HD294176 が銃声のもう一方の天体だが、距離や固有運動からすると近いのは見かけ上で、 物理的な関係はないと見られる。ありがとうございます。